久保さんいやー多分ね稼ぎたくないんですよ稼ぎたくないっていうのはちょっと語弊かもしれないですけど稼げたらいいなと儲かったらいいななんか儲かる方法ないかなと思ってる人が多いんじゃないかなと思いますうーん起業して億万長者になったらいいなうんそんな甘いもんじゃないですね うん、データで出てますけど、1年以内にね、あのー、何十パー、四十パーだったかな。まあ、倒産するみたいなね、話ですけど。うん。あの、ビジネスをやる上で時間はかかります。うん。だから、短期間でなんかお金を稼ぎたい。えー、気持ちはわかりますけども、結局、うん。まあ、会社員で働く時間。 に時間をかけるのかそれともネットビジネスに勉強して真剣に取り組むのか可能性はどっちがありますかという問いですね。可能性はどっちが問い、あのー、ありますかうん、可能性の問題です。はい。あなたはどの可能性を選びますかうん、もし、絶対、うん、絶対はないとは思いますけど、まあ、絶対ないって言前言ったら。 うん、あなたの会社が30年後生き残ってる可能性は絶対生き残ってますか多分絶対はないと思います。飛行機が絶対100%、120%墜落する可能性はないですよね。あ、あるうん、まあいいや。うん、だから結局、お金を稼ぐ、給料をもらう、まあどっちでもいいんですけど、バイトをする、派遣で働く、正社員で働く、いずれにせよ時間は使います。 でそのいずれにせよ時間使うんだったら僕は可能性が高い方がいいと思います久保さんがね以前ね歩いて月には行けないよとだからサラリーマンで働いていてなんだろうなあのー、完全自由久保さんと僕みたいな生活は無理ですよねだって会社に束縛される時間があるじゃないですかうんなんでまああれもこれもは無理なんで何かを犠牲にしないとダメです あなたは何を犠牲にしてどんな可能性にチャレンジしますか何を犠牲にしてどんな可能性にかけますかいってらっしゃい。